光。出発進行は、水井牧子による日本の4コマ漫画作品。法文社の漫画タイムファミリーにて、2012年11月号より2016年7月号まで連載された。山井のローカル線、ポカポカ鉄道の無人駅、三原市駅でボランティア駅長を務める女子高生、野島光。彼女と地元の人々や鉄道ファンとの心温まる、触れ合いを、 鉄道ネタを交えながら描く4コマ漫画作品。主要な登場人物は名前の中に新幹線の愛称が含まれている。三原市駅のモデルとなっているオバステ駅。自費出版バージョン2巻の後書きによれば、法文社からの単行本刊行は、1巻刊行後に2巻は出せるが3巻は出ないと告げられ、2巻に終わることが確定したため、1巻のみで終了することとし、 二巻以降は水井が自費出版にて全四巻予定で発行することになった。三巻以降は連載時に割愛された部分が過失修正されており、またクラウドファウンディングで印刷費の援助を利用して発行されている。なお、四巻の電子版については、amazon.co.jp のキンドルストアにて、高段講段社の後越スケジュールのため2019年4月、 以降に流通開始となる予定であることが告知され、作者と講談者の間で同意の上で3月31日までの期間限定で未公越の自費出版導入試版が提供されていた。なお、自費出版バージョンの書籍版と電子版は、光。出発進行のロゴが1巻と3巻で異なる。書籍版は全巻、光。出発進行ロゴが異なっている。 電子書籍版ロゴは書籍版2巻のロゴで統一されている。ありがとうございます。